新潟脳外科病院副院長宮川照夫さん。脳がつなぐもの。コロナ禍の中で進む人間の孤立化。コロナ禍の中にあって私たちが築いてきた人間関係やコミュニケーション方法はこの短期間で様変わりしています。感染防止の観点で人と人との接触機会が減る中、多くの人が SNS などの通信技術を使って連絡を取り合うようになりました。心を通わせる機会が生まれたことは喜ばしいことかもしれませんが、そうした技術を使えない人の孤立化が進んでいることや、直接会えないことが与える影響もあります。各種調査では、20から30代の若年層の2人に1人が日常的に孤独を感じていることや、高齢であるほど社会的孤立に陥りやすいといった結果が明らかになり、心身の不調を訴える人が増えているのも現実です。これは心と孤独の関係を示したものですが、心と脳も密接につながっていることが分かっています。では、孤独は脳にどのような影響を与えるのでしょうか。これについては様々な研究が始まっており、ある学者は一人でいる時間が増えたことで、過去の出来事を思い出したり、じっくり物事を考えたりする機会が多くなり、想像を司る脳の機能が発達しているのではないかと指摘しています。一方、カナダの研究チームは、孤独を感じる人と感じていない人の脳を比べ、孤独を感じる人は認知症リスクが高いことを明らかにしました。孤独と脳の関係について、まだ詳しいことは分かっていないのが現状ですが、孤独を自分がどう感じるかが脳に影響を及ぼすのではないかと考えられています。一人でいても孤独を感じる人もいれば、感じない人もいます。大事なことは寂しい思いをする人や、悩みを抱え込む人を置き去りにしないことであり、見守りのネットワークや地域の絆を強めることではないでしょうか。複雑性が生む思考。さて、今回のテーマは脳ですが、まずはその仕組みを見ていきましょう。脳の 75-85% は水分で、残りは脂肪とタンパク質からできています。ありふれた物質かもしれませんが、その3つが協力し合うことで、思考したり記憶したりするといった驚きの機能を発揮することができます。人間は脳がなければ生きていけません。例えば私たちが寝ている時も、心臓は休むことなく動き、無意識に呼吸もしますが、その働きを支えているのは脳です。私たちが2本足で歩けるのも、置かれた状況や傾きなどを脳が感知し、手足の精巧な動きをコントロールしているからです。食べるときも口や舌をスムーズに動かし、飲み込んだ後も胃や腸と連携をとって消化を助けています。このように脳は全身の器官と連携しながら生命活動全般を支えています。その働きの中核となるのは脳にある神経細胞、ニューロンです。人間の脳には一説には860億とも言われるニューロンがあり、その一つ一つが軸索という線と、その軸索の先にあるシナプス、神経細胞間の接合部を介してつながり、互いに情報をやり取りするネットワークを形成しています。ニューロンがやり取りするのは電気信号であることから、そのネットワークはよく電気回路に例えられますが、人間の脳はそう単純ではありません。例えば一つのニューロンからは、数千から数万という軸索が伸びており、シナプスも状況によって繋がったり離れたりするのです。そのネットワークはダイナミックに変化するものですが、そうした複雑性があるから私たちは膨大な情報を記憶したり、その情報をもとに深く物事を考えたり、感情を持ったりすることができるんだと考えられています。脳が感じ方を決める。脳は全身の器官から送られてくる情報を単に処理するだけではありません。むしろ脳が感じ方を決めているという側面もあります。五感を例に挙げれば、目から入ってきた光の粒子や、鼻から入ってきた匂い分子には、そもそも色や匂いなどありません。しかし、目や鼻で受け取った情報をもとに、脳が色や匂いを形作るのです。また、大勢の人の中で、たった一人の声を聞き取れるようにするのも、脳の働きですし、騙し絵のように視覚も脳の影響を受けることが知られています。目や鼻、口など人間の感覚器は外観に接していますが、頭蓋骨に覆われた脳は外観に接していません。しかし、この世界を直接見ていない脳が、私たちの感じ方を決めているということは、不思議なことかもしれません。そしてまた、そうした感じ方は、私たちの感情にも影響を与えます。感じ方によって、脳内では様々なホルモン物質が分泌されますが、その種類によって、私たちはポジティブになったり、ネガティブになったりと、感情に違いが出ることが分かっているからです。神経回路は使うほど発達。こうした話をすると、私たちは脳に支配され、その感覚から抜け出せないように思うかもしれません。しかし、脳外科医として働いてきた私の実感として、その感覚をも変えていけるのが脳の素晴らしさだと思っています。例えば、脳は体の司令塔なので、一部が損傷してしまうと、その部分に対応した体の部位も動かせなくなってしまうはずですが、その後の訓練によって動かせるようになる人がいます。それは脳に柔軟性があるからです。そもそも人間の脳の重さは体重の 2% ほどですが、体全体の 25% とも言われるエネルギーを使います。しかしその分、使われない回路は積極的に刈り込みが行われ、エネルギー浪費を防ぐように作られています。
逆を言えば使われる回路はどんどん発達し、新しい回路を使って効率化しようとするのです。つまり常に脳は変わろうとしているということです。脳科学の世界ではこのことを証明する実験があります。それはロンドンのタクシードライバーの脳を測定したものです。巨大な道路網があるロンドンで仕事をしていくためには2万本の道路、5万箇所もの場所を覚えなければなりません。それは膨大な記憶ですが、経験を重ねたドライバーほど脳の中で記憶の中枢となる海馬という部分が発達していることが明らかになったのです。脳を変えるのは行動や経験だけではありません。日頃の意欲や心の持ち方によっても変化します。例えば楽観的な生き方をする人の脳はネガティブな考えにたどり着く回路を回避し、ポジティブな発想につながる通り道が作られやすいと考えられています。つまり私たちの脳は自在に変えていける可能性があるからこそ、こんな自分になりたい、こういう人生を生きたいと思って挑戦し続けることが必要なのです。私たちの脳は行動や経験などのトレーニングを重ねる中で自在に変えていける可能性を秘めている。脳の本質はつながること。脳の活性化は私たちの生活とも結びついています。いくら高い理想を掲げても日々の生活が乱れていれば脳の健康は保たれず、新しい回路を作ることもできません。脳を活発に働かせるためには睡眠はもちろん、エネルギーの元となるバランスのいい食事、また近年では運動も不可欠であることが明らかになっています。そうした生活習慣とともに学び続けることや人付き合いを絶やせないことも大切です。中でも新しい友人を作ろうと努力したり、これまで行ったことがない場所に足を運んだり、新しい目標を立てて挑戦したりするといった新しいものとの出会いが脳を特に活性化させることが分かっています。新しい回路を常に生み出そうとする脳、その本質はつながることです。だからこそ新しい人と会うといったつながろうとする努力によって脳も活発に動くの働くのだと思います。実は脳には周囲とつながりやすくするための仕組みも備わっています。20世紀後半に発見されたミラーニューロンです。ミラーニューロンは他人が行動する姿を見て、それを真似る働きをする神経細胞で、ミラーという名の通り、鏡に映したように他人の脳内と自分の脳内で同じ部分が活発に働くのです。これは他者の姿を見なくても、その経験を聞くだけで共鳴現象が起こることが分かっています。こうした機能が備わっているのは、脳が常に周囲とつながろうとしている証左ではないでしょうか。常に新しい回路を生み出す脳には、周囲の人の脳とも共鳴し、心を結ぼうとする仕組みが備わる。